二億年前の世界図。北方のローラシア大陸及び南方のゴンドワナ大陸の間、赤道沿いにテチス海が広がっていた。テチス海はパンゲア大陸の分裂が始まった約二億年、前ないし約一億八千万年前から新生代第三期まで存在していた海洋である。テチスカイ、コチ中チ海ともいう。ローラシア大陸とゴンドワナ大陸に挟まれた海域で、 現在の地中海周辺から中央アジアヒマラや東南アジアにまで広がっていた。また西側にも広がっており、カリブ海まで達していた。アルプスやアフリカ大陸で化石の調査をしていたエドワルトジュースにより1893年にテチスカイの存在が提唱された。名前の由来はギリシア神話の海の女神テイテテュースカラである。青色の部分がコテチスカイ。 コテチス海は3億9千万年ほど前のデボン期に出現したようである。これをコテチス海という3億6千万年前の石炭期までに広がり始めた。2億5千万年前のペルム期と三畳期にはローラシアとゴンドアナが合体して一つの超大陸パンゲアを作った。コテチス海は パンゲア大陸を形成する陸海に周囲の多くを囲まれた内海となった。超大陸のパンゲア大陸は約2億年前ないし約1億8000万年前に南のゴンドワナ大陸と北のローラシア大陸へと分裂し始め、コテチス海と連結する形で新たなテチス海が誕生した。その後、ゴンドワナ大陸からアフリカ大陸とインド大陸が切り離されて北上。 インド大陸とユーラシア大陸が衝突してヒマラヤ山脈を形成しアフリカ大陸とユーラシア大陸が接近してテチス海は消滅したカスピ海、黒海、アラル海はテチス海の名残とも考えられているテチス海が存在した当時テチス海は赤道上にあり赤道上には海流を妨げるものがなかったしたがって地球の自転の影響で 赤道上を時点とは反対方向に流れる赤道海流が鉄ス海を通っていたと考えられている。この赤道海流は地球の気候や気象条件に大きな影響を与え現在より温暖な時代であったと推定されている。鉄ス海が存在した当時温暖な気候の下で植物プランクトンが大いに繁殖し多くの死骸が海底に降り積もり、 さらにその上に土砂が堆積し、大陸の接近により、陸地化し、現代の中東地区の石油に変化したとされる。鉄使いがあったことを示す証拠として、ヒマラヤ山脈には海底の堆積物と思われる地層が激しく、集局した路頭が存在しており、地層からは多数のアンモナイトの化石が発見されている。AB、スーパーコンピューターで、 パンゲアの分裂から現在までの大陸移動を再現し、その原動力を解明。独立行政法人海洋研究開発機構。2018年2月12日閲覧。ABC スチーブン・ J ・グールド監修。ロジャー・オズボーン。マイケル・ベントンチョ。木畑・育夫日本語番監修。池田久子役。新化地図。川で処分。新社2011年82ページ。西本昌司。 地球の始まりからダイジェスト P1122015 年9月25日合同出版 ISBN 978から4から772612524ありがとうございます